はい、じゃあ皆さん今日は検温のトレーニングをしてみたいと思います。大丈夫ですか？はい、今日の目標は複数患者のっていうので、今日4人部屋の患者さんをね、皆さんに受け持ってもらいます。で、情報をちゃんと把握して、そして検温がで、こちら山城さんと父さんは今日模擬患者さんにね、協力をしていただいてます。で、模擬患者さんは症状とかね、ちゃんとお話ができますから、話を聞いていただいていいんですけど、顔色とかがちょっと健康な方なので、はい、じゃあ8分で始めましょう。失礼します。山城さん、はい、こんにちは。岡本さん、時間ですね。とりあえずこれで振り返りいきましょうか。はい、じゃあこれからみんなで振り返りをしていきたいと思うんですけど、どうですか、メモちゃんと。はい、じゃあ情報がかなり欠けたみたいですね。少し整理されたと思うんだけど、バッとこうお部屋に入ってね、で一応なんか、低血糖も心配なんですよね。低血糖、低血糖ここで少しこう迷ったね。便があるっていうところは分かったみたいなんだけど、ちょっとじゃあこれ追加の資料をね、差し上げますので、じゃあみんな資料を裏返して、実はミニテストも入ってますよ。はい、じゃあちょっとやってみましょう。5分ぐらいでやってもらえればいいかなと思います。